こんにちは、ひろこパンのひろこです。ということで、今日は、スイーツをやりたいと思います。クリスマスも近いということで、こうデコレーションで仕上げたいと思うんですけども、私たまたまなんですけども、同じこの地元で、堀田洋菓子店さんという、すごく低糖質スイーツで先駆けというか、もう何年も前から低糖質をすごくこだわって作ってらっしゃるケーキ屋さんがあるんですけども、そこの堀田さんが、低糖質スイーツのレシピ本を出してくださってるんですよ。で、なんとこの私たちが愛用してるステンレス調理器具を使ったレシピになってるんですけども、そこの中から、ショコラスポンジの、ショコラケーキですよね、を作りたいと思います。そのレシピ本の中から再現レシピということでやってみたいと思うんですけど、こう日頃ね、ついつい簡単に手作りケーキ作れちゃうので、ついついたくさん作って、ついついたくさん食べてしまいませんか？はい、私もそうなんですけど、なのでちょっとこう糖質を抑えたようなケーキとかも、毎回とは言わないですけども、何回かに1回はそういうのも取り入れたりしながら、あとは例えばご年配の方とかご家族のこう体調を気遣って、そういったものをちょっと作ってあげれるっていうこともいいかなと思うので、今日はそれを紹介したいと思います。はい、今日の材料です。はい、早速作っていきたいと思います。まず、粉類を先に混ぜておきます。で、今日低糖質ということですごく大事なのがこれです。甘味料なんですけど、これ 100% 植物由来のラカント、で今日はラカント S っていうのを使うんですけど、ラカントホワイトとかもお菓子に使いやすいので、またチョイスしてみてください。はい、で、ラカントを、30g、 はい、そして次にアーモンドパウダーを 25g、はい、次にココアなんですけど、ココアパウダー 15g、 純ココアですね。そしてなんと おやつでタンパク質が取れるということで、これも入ってます。植物性のプロテイン、はい、なかったら粉類増やせばいいかなと思います。小麦粉とか、はい、でやっぱり糖質オフが今回目当てなので、そういうレシピになってますね。はい、プロテインでしょ。で、ベーキングパウダーが 20g、 はい、入ります。はい、それを混ぜ、まず粉類混ぜておきます。はい、では次に、卵黄が2個分いきますね。2個分、そしてアーモンドミルク、こんな感じでスーパーに最近売ってます。で、いろんな種類があると思うので、またお好みのやつをチョイスしてください。はい、でアーモンドミルクが 30cc、 はい、そしてオイル、バランスオイル、はい、20cc 入ります。はい、そしてさっきのこの粉類の半分、まず半分ですって、まず半分を入れて、どのくらいだろう、半分よいしょ、入れて混ぜておきます。はい、こんな感じにトロンとした感じになってます。はい、今度メレンゲを作っていきたいと思います。こっち、何、卵白の方を、卵白2個分、はい、そしてラカントを 20g 入ります。で、蓋を閉めてウィスクセットで、しっかり泡立てていきます。しっかりメレンゲできたので、こんな感じで結構時間かけて回してます。はい、で、こうしっかりと跡がつくぐらいまで回してもらって、それで OK です。はい、じゃあ合わせていきたいと思います。さっき混ぜたこちらと、今メレンゲと残ってる半分がある状態です。ここにまずメレンゲの2分の1入れます。しっかり泡立ってるんで、ね、
はい、で軽く混ぜて、でこの残り全部入れます。はい、とこの最後メレンゲの最後も入れます。はい、で混ざったのでちょっと置いて、で今日は小ソースパンで焼くので、で実は小ソースパンにこれコピー用紙、私はコピー用紙で、クッキングシートもったいないのでコピー用紙4枚分、はい、これ多分ね強く当たるからかなと思うんですけど、温度がね、はい、で温度を下げてもっと長時間焼くっていうのも一つあるけど、ちょっと時間がかかるだろうなと思って、はい、で敷いて、でそこにクッキングシート1枚敷きたいの でこれもカットします。よ、こいつもみんなどうやって切ってますかね。私こうやって真ん中でます。こう、なんかこんな感じかな。ここ、あ、まあ、切るっていうかこれは切らなくていいんですよ。ここに切り込み入れる感じになります。サイドも欲しいから、そうだな、ちょっと多分ね、こう1センチ、ちょっとクッキングシートが大きいからまず1センチぐらい切っといて、でここ縦に5センチぐらい入れるとちょうどいいと思います。はい、こんな感じ。はい、これでいけると思うので、ここに生地を流していきたいと思います。はい、で表面をちょっと軽くならして、はい、はい、でちょっと空気下から叩いて抜いておきます。はい、はい、そしたらですね、インダクションレンジに乗せてプレートの160度で50分焼いていきます。蓋閉めますね。はい、焼き上がりました。開けてみます。いいよ、オープン。 OK。 ちょっとね今少し経っちゃったんでキュッてなってるけど、ちょっとね少し叩いとくとこんな感じで、で取り出しておきますね。はい、こんな感じで低糖質のショコラスポンジがまず出来上がりました。はい、じゃあ生地ちょっとカットしていきます。少しまだぬる、まな、生ぬるいんですけど、はい、でちょっと高さもそんなに高くないからあれだけど、どうしようかな、ちょっとないけど3等分に今日しようかなと思います。でクリームをちょっとふんだんに間にはフルーツ入れずにみたいな感じにしようかなって思うので、1枚切りました。ちょっとでも結構薄いかもので気をつけつつ、はい、でさらにここ半分いきます。はい、きました。生ぬるい、まあしっかり冷めた方がカットしやすいんですけど、まあ、生ぬるい時にちょっとカットし、まあ、ある程度ちょっと冷めたところでカットすると、まあ、あとね生地も冷めやすいかなと思うんですけど、はい、3つにカットしました。はい、じゃあスポンジを冷ましてる間に、生クリーム、クリームの方、ショコラクリーム作っていきたいと思います。でまず、生クリーム200と100か300、ちょっと多いかもしれないけど、まあ、300ぐらいあった方がいいかな。2パックだとちょっと多いし、はい、そしてその、生クリームの分量の 7% の、ラカントを入れる、今300なんで、21g 入れたいと思います。はい、そしてホイップ泡立てていきます。
い、まだもうちょっと柔らかいかなってぐらいで一遍止めておきます。はい、それで一旦ボウルに入れて、あとは好きな具合に自分で手で手立てというかやっていきたいと思います。はい、そしたら次にココアクリームにしたいので、ココアクリーム、ショコラクリームで、ココアパウダーが 60g 入ります。今ね、この300の生クリームに対して60g か。で、そこにこのエサンテバランスオイルを 60g、はい、入れていきます。はい、で、さっきのこの生クリームのところに、このチョコラクリームの素か、ここは入れていきます。はい、これでショコラクリーム出来上がりました。うん、おいしい。で、ちょっとざっとデコレーションしていきたいと思います。はい、大体ですね、できました。で、上にちょっと乗せたりするのでこのぐらいにしておきます。はい、できました。はい、低糖質のショコラケーキが出来上がりました。待ち遠しい新田くんも一緒に試食タイムです。はい、ということでやってみる。うん、いただきます。やってみて。ちょっとクリーム柔らかくなっちゃったかな。クリームちょっと柔らかくなっちゃった、撮影してたら。うん、うろ、おいしい。ちょっと大人の味だよね。うんうん。ちょっとビターな感じの、ココアがいっぱい入ってるんで、ちょっとビターな美味しい感じなんですけど、砂糖入ってないの。砂糖入ってなくて、代わりにラカント入ってるんですけど、さっきも言ったようにこれ、自然素材なんですよ。植物由来であんまり体に残らないっていうタイプなので、こう普段砂糖使っていて、たまにはこういうのもちょっと間に入れたり、私お料理でも結構これ使ってるんですけど、臨機応変に使ってってもらったらいいかなと思います。食べてみよう。いちご、いけでかい。今日のいちごでかかってん。はい、ということで今日はね、小麦も使ってないし砂糖も使ってないということで、低糖質のその堀田洋菓子店さんのレシピをやってみましたシリーズなんですけど、意外と簡単にできるので、ラカントはちょっと全卵で泡立てる時に、泡立てて普通のちょっと作り方するとあまり生地膨らまないんですよ。で、なのでそこを堀田さん考えられて、こうメレンゲ作ってっていうやり方にされていて、で、うまく生地ができるので、ぜひぜひ一度試してみられたらいいかなと思います。ちょっとご年配の方がご家族にいるとか、お子さんもおやつよく食べるからちょっと低糖質にしたいっていう時とかにいいかなと思うし、今からクリスマスやしね、うん、クリスマスケーキにしたり、あと飾りを変えれば誕生日ケーキにもなるから、ぜひぜひ活用していただけたらと思います。クリスマス楽しみだね。
ね。ということで、ひろこパンは TikTok、Instagram、Twitter やってますので、ぜひ概要欄からご覧ください。そしてオンライン教室もまたご案内してますので、概要欄の専用リンクの方入っていただければ見れますので、ぜひご覧ください。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。